さ、チヌ釣りですね、今日は。トップチヌ。久しぶりの、前釣れんかったですけど。前、結構やそうです、そうです、あの時釣れんかったです。またカニつけて、落とさんでこことか頑張らんからね。色のすごか、ここ。なんか小金、田んぼの色、これ。もう玉を落として、かちゃんも好きに歩いて、それぞれこう行って。なるほど。で、近づくとき近づいてぐらいしようか。もう純粋に楽しもう。じゃあちょっと。はい。めっちゃ濁っとる、超絶濁ってる、濁りまくっとんね。上がやっぱとかな、やっぱ母ちゃん、うちのもうね、母ちゃんは釣り好きの超えた、どの釣りどばかぐらいの、もう釣り大好き人間っけ。母ちゃんみゆき、おいそがん釣り好きじゃなかったかなと思うぐらい釣り好きよ、あの人は前回ちょっとダメだったから、ババッと釣っていきたい。やってきます。そこの流れ込みあるじゃん、ここってね、いつもこうやって流れ込みができてるからね、あんまりね、魚ついてないんだよね。でもこの増水の時の流れ込みは正直打ったことない。下手したらワンチャンあるかもしれない。さあ、ここ、あ、餌が落ちてきたよ。みんな食って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 って、俺の一冊落ちてきた人には騙されなかったようだ。そのチヌがね、いつもこう見えてるんですけど、見えない状況なんで、見えたやつは狙い撃ち。あれチヌじゃね、あれチヌチヌチヌ、嘘、落ちてくるの待ってる。流れが速い、流れが速い、すごい濁ってる。ピシャピシャ感はあっちめっちゃある。いつもはね、この橋の上からこうやって見えるんだけど、今日はね、全く見えないから、ここ見るとチヌがビビっていくんですよ。これチヌもびっくりげっそりやろ、これ。あ、ほら、なんかチヌが、チヌっぽいのが出た出てきた。お、錦鯉がめちゃくちゃ綺麗じゃないか。あ、ありがとうございます。この木の陰から出てこい、この草むらの陰から、草むらの陰から出てこい。ほら、出た、あー出たね、なんか出たけどな。はい、食ったかな、あ、食っとらん、食いそびれられた。うわ、パフォンって、パフォンって出た、くそー、出た出た、あーすけよ、うわー、すかさいた、すかさいた。あそこにもね、あっちにもおったけど、今その辺におらんよ、その辺におるよ、チヌ。あいつ今やる気あったけんね、がっつりパフォンって。くっそー、マジかよ、食ってこいよ。ベタクソね、チヌくん、食うのが。あなたたちちゃんと食ってよ、僕のルアーをさ。惜しかったな。くそ。一回だけ出たんですけど。はい、そう。多分シーバスかなって感じ。あ、シーバスかな。パパって言った。あ、ゆるゆる。ゆる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 。チヌめっちゃいる。チヌめっちゃいるよ。めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる。わー、シーバス、シーバス、シーバスやった。下手くそ。よっしゃ、来た来た来た、よし、よっしゃ、
パンパンやった。よっしゃ、よし、来ました。チヌです。ナイス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 。チヌ？あ、オッケーオッケー、ナイス。よし、やった。ここいますよ。いますいます。よし、一撃。上流から餌待ってたのかね、君は。ねえ、食べるのも上手、ちゃんと。はい、チヌちゃんです。見てください、これ綺麗。ほら、綺麗なチヌですよ。あら、40ちょっとね、元気なチヌでした。いや、でもカノって言うよ、絶対これ濡れんとかな。朝露濡れそうじゃね。あ、意外と意外と意外と、あれ意外と意外と浅かった。よしよし、ちょっと靴濡れてるぞ、くちゃくちゃしとるぞ。あ、チヌじゃなかったかな、あいつ。シーバスも一回出たんですよ。めちゃくちゃ下手くそでした。流れからなんか待ってるんでしょうね、多分虫。一緒だよね、上から引いてる、引いたらそういう有明海のシーバスとかで一緒かもね。ダメ、一緒ですよね。あ、ここ しにくいですよ。ここしにくいです。もう降りた方が絶対です。降りた、降りた、降りれるんですよ。三月近くまっすぐですよね。線路の下っすからね。これ線路結構うるさいです。結構うるさいです。もろ強音やろ。はい、チヌボラ、なんかボラかな、チヌかな。あ、めっちゃ多いよね。あ、チヌかな。全部めっちゃ数おったけど。来た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 。チーバスやろね。チーバスよ、チーバス。チーバスですか。チーバス、あ、飛んだそうね。ミノに書いて一発やった。おお、どこ行ったか、どこ行ったか。国道下だね。通勤なしの指名は。チーバスやろ、チーバスやろ。あれ、たまの持つです。どうしたこれ、どうしたこれ、首の折れた。ヒーバーが引っかかった。よしよしよし、オッケー、それだろ。はい、オッケー。そこ、シーバスで一本ね。シーバスで。あ、本当だ。今日買ったサイレンズ配信の。あ、80年ですか。80年。綺麗なシーバス、しかも。シーバス綺麗かね。綺麗なシーバス。あ、綺麗。あ、もう張り取れた。お、綺麗なシーバス。綺麗、めっちゃ綺麗。はい。これ、かわいい綺麗か。あ、意外としっかりしとんね、みんなね。雨上がりだから上がってきてるんですかね。やろうね。なんかその辺いっぱい見るよ。なんかいますよね、ここ。うん。ウクライナの一本って多分全部シーバスやん。どう？ああ。ほら。うわー、いいし。綺麗なシーバス。シーバスちゃん。ありがとうございます。おめでとうございます。楽しかね。楽しいっすね。やっぱチルトップ楽しか。楽しい。うわ、当たった。ジャークで当たった。ほな。なんか良さそうとかだよ、今。おらんのか、食わんのか、食わんのか、食わんのかな、そういう気で。恐れていたことなかった。危なかった、今と。本当に危なかった。滑った、こういうの気をつけんか。いや、釣れてない。じゃあ、一旦帰りますか。はい、帰りましょう。こっちのトップ。はい。チヌ買ってましたね。チヌ釣りました。おいがシーバス、トップでもなんでもない。見ぬやったけど。何回か出たんですけどね、二人とも。出た。朝早朝一発で作ってた。そうですね。パフって。ものすごい下手なやつ。下手でした、下手でした。後ろの方でパフってやつ。なんかいまいち乗られたね。ちょっとまだなんか、数もいないっす ね、去年ほどやっぱり。そうね。まあ、今からチットップシーズンやけどね、うん。そうですね、うん。早朝だけちょっと遊びに行って。ですね。で、釣るって感じの、はい、そんな感じのものでしたけど、はい、いかがでしたでしょうか。チヌトップ楽しんでみてくれいかがでしょうか。こう田舎ね、本当周りは田んぼだらけ、田んぼだらけです。お水びちゃびちゃ。朝露でやられた。そして蚊に刺されたね。はい、かゆいけど、ぜひともチャンネル登録高評価お願いします。よろしくお願いします。よっしゃ、ありがとうございました。ありがとうございました。よかった、とりあえず一匹成功させよう。ほら、食った。
ご視聴ありがとうございました。次の動画はこちらから。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。 OK、 よろしくお願いします。